オムロープヘッドニウスブラッドとは、例年3月上旬に、ベルギーのオーストフランデレン州を舞台に行われる、自転車ロードレースのワンデーレース。2016年までは、UCI ヨーロッパツアー 1HC のレースとして位置づけられ、2017年より UCI ワールドツアーに昇格。以前より、セミクラシックレースと呼ばれていたレースでもある。なお、 ヘッドフォルク氏が2008年をもって休館したことに伴い2009年の開催からはオムロープヘッドニュースブラッドに名称が変わることになった2008年まではヘッドフォルクと略して呼ばれるケースが多かったまたオンループヘッドフォルクと呼ばれるケースがあった1945年ベルギーのタブロイド版日刊誌を発行していたヘッドフォルク社が同じくタブロイド版 日刊誌を発行しているヘッドニュースブラッド主催で1913年に創設されたロンドファン・フラーンデレンに対抗して設けたレースである。コース形態はロンドファン・フラーンデレンと類似しており、序盤は平坦が続き、平均して 40km を超す高速レースとなりやすいが、終盤20%程度の勾配が設定されている。また、石畳も設けられている。 一方、このレースは、雪で中止になるケースが少なくなく、過去に3回中止されている。2015、ニキテルプストラ、イアンスタナード、そしてトム・ボーレン。ありがとうございます。